大震災からかれこれ11ヶ月が経とうとしております。この間にはさまざまなことがありましたけれども、おかげさまで大船渡は全国の皆様からのご支援を受けまして、ようやくここまで来たなという感じがしております。おかげさまで仮設住宅に移り住んでいる被災者の方々は半年以上が経ちまして、生活にも落ち着きが見えてまいりました。それから大船渡市内の被災された地域では瓦礫の撤去もほぼ終了段階を迎えておりまして、いよいよこれから復興が始まるかなという機運が漂ってきております。それにつきましても今まで全国の皆様からいただいた支援励みを糧に、これから市民事業所行政が一致団結して復旧復興に向けて頑張ってまいりますので、今後とも被災地を見守っていただきたくお願い申し上げます。